ラジオネーム、菜の花バファローズさんです。セリニャンのブログで19歳になった抱負に、アミミとデートをすることと書いてありましたが、うん、どんなデートをしてみたいですか？そう、アミミとね。うん、ねえ。そう。いや、これはちょっと私たちのことすごい応援してくださってるファンの方が、うんうんうん、いや、アミミも、うん、セリちゃんも、セリナも、うん、どっちも好きだから、二人で仲良くしてくださいっていう、別に仲悪くないんだけど、そのね、可愛い感じで言ってくれたから、それをきっかけに、じゃあちょっとセリナどっか行こうかみたいな感じに、なったんだよね。そうなのよ。普段さ、メンバーとかと遊んだりする？それがね、あんまりしないんだよね。あんまりしないタイプだよね。あんまりしない、もう、お家が好きだから。でもハロウィンのパーティーは参加した人？参加した人。なんか5人、5、6人で。そう、参加した人。カレンちゃんはさ、メンバーと遊んだりする？メンバーそうです。なんか仕事帰りはあるんですけど、うん、この日みたいなのないです。確かに。あ、改めて休みの日にディズニー行こうみたいな。そんな感じはあんまりないですね。うん、そうだよね。仕事帰りにレイヤちゃんとディズニーには行ったことあります。うん、一番噛み合わないって言ったのね、さっき。大丈夫だった？大丈夫でした。もうレイヤちゃんが、見たことないぐらいハイテンションな感じで。はしゃいでました。そうなんだ。初めてのディズニーだったらしくて。そうなんだ。すっごいはしゃいでます。それでちょっと引き気味で見てたの？いやいやいや、私もイエーイって言って、もう、ありえるね。意味わかんないぐらいはしゃいでました。そうなんだ。そっかそっか、そう、メンバーでもね、なんかメンバー同士でいつも遊んでる子と、うん、なんか普通に友達とかと遊んでる子分かれるもんね。家直帰する子とかね。あみみひーちゃんとよくね。あ、ひーちゃんとはそうだね。ご飯とかよく行くけど、うん、でも、ひーちゃんとも、うん、まあ、帰りとかには行くけど、仕事帰りとかに行くけど、うん、その改めて会ったりとか、あんまり、他のメンバーとかほとんどないかも。ないよね。確かに。だから行こうよ、セリナ。行こう？じゃあ、ディズニー行っちゃう？うちら。ディズニー行っちゃう？行っちゃう。やば！二人でさ、1、2時間したらちょっとなんか眠いねって言って、帰れてないかな。いや、頑張ろう。ね。ね。ちょっとなんかね、じゃあさ、わかった。アミと、セリナと、うん、カレンちゃんとレイちゃんが行こう。大丈夫かな、これ。大丈夫かな。でもさ、この1アミ9の内容を知らないメンバーからしたらさ、4人で、なんでその4人がいいよね。どうしたのってなると思うね。確実になります。ね。行こうよ、行こうよ。ちょっと面白そうだね。ちょっとさ、ネタ作りのために行かない？アミ、裏アイドリングでカメラもらってくるからさ、いいね、どっか行こうよ、4人で。はい、ぜひ。ね。